ハルビンの中央大街や聖ソフィア大聖堂、豪華なごちそうにハルビンの宅飲みに潜入。それではレッツスタート。ハイセクシー花いちご関谷です。今回は日中カラオケコンクールで知り合ったハルピン在住のダーチュンにハルピンの中央大街や観光名所を案内してもらいます。おお、この辺はね、うん、高い建物ない、うん、やっぱり、ロシア風とか、うん、日本人の建物もあります。あ、この中央大街の街並みは100年前から続く街並みということで、道路のレンガ状の道も100年前から続くものということです。すごい。ホテルから歩くこと約5分、お目当てのファーメーシーレストランにやってきました。こちらはハルピンでめちゃくちゃ人気なロシア料理店ということで、店内はビデオ撮影禁止ということだったので、これからは写真でお届けしたいと思います。店内は洋風の重厚感ある作りで、お酒や前菜、あとは定番のボルシチや壺に入ったラム肉などがあって、めちゃくちゃ美味しかったです。壺に入ったお肉は全然冷めないように作られてるみたいなので、常に熱々で食べることができました。料金は料理が5品とお酒、あとジュースも含めて320元、日本円で約6400円でした。空港の送り迎えをしてくれたりと、もうこれからダーチュンにはもうお世話になりっぱなしになるので、お昼の方はご馳走させていただきました。この食べ物はね、やっぱり3年前食べた、しかし猶太人ですね、ちょっとロシアの何とか、知ってる？中央大街にはこういうふうに歴史ある建物がいっぱい残っていて、たくさんの洋風の建物を見ているとなんだかヨーロッパにいるような気分になることができます。そしてハルビンといえばここ聖ソフィア大聖堂が見えてきました。すごい。おー、聖ソフィア大聖堂は1907年に建てられたロシア正教の教会で、現在は教会としてはやっていなくて、内部は博物館として公開されています。画面の左下の方に写っている人たちが昔のロシアの衣装のコスプレをして写真撮影をしていました。結婚式の写真撮影の名スポットにもなっているそうです。ということで私も記念撮影をしました。次は夜も来てみたいです。次なる目的地に移動します。ハルピンは寒いので、こうやってデパートの地下街とかを通って次の目的地に向かうのがハルピン在住のダーチュン流の歩き方ということです。この地下街もそうなんですけども、街にも結構人がいっぱいいて、本当に大きな都市なんだなって改めて思いました。この小学校もなんか大学みたいな大きさですよね。大通りを歩いていると新たに制作中の表像もありました。このアイス屋さんは有名らしいです。みんなこの寒くてもアイス食べてます。じゃあシーシャも街を歩いていると面白いものを見つけました。どんり梨、梨、梨、これ、やっぱり黄色だから、ね、レイカ一下黒になった。あ、で黒になった。そうそう、あ、この梨は寒いところに置いといて熟成して食べるということでした。さらに街を歩いていくと、すごい氷でできた屋台、なんと氷でできた屋台がありました。あったかいものを売ってるので溶けないのが不思議ですよね。魚が挟まってるよ、ほら。偶然凍ってしまったのか、それともデザインなのか、なんか面白いですよね。初めて見ました。あ、こっち滑る、滑る、はい。
そうなんです。ハルピンの道路はもう雪が降り積もって凍っているので、日本からスノーブーツを買って履いていったんですが、結構歩くのに苦労しました。街で滑って転んでしまっている人もいたので、ハルピンの街歩きの際には靴用のこういうスパイクがあった方がいいなと思いました。私も街歩きをして何回も転びそうになったので、雪に慣れてない人はこういうのもおすすめです。おー、これはね、ダンジエンサーですね。ハルピン市人民防護防護勝利記念塔これはハルピンの防洪記念塔で、洪水から市民を守るために建てられた記念塔ということです。そして防洪記念塔の先にはすごいね、いろいろな冬のアクティビティができる広場がありました。バナナボートならぬドラゴンボートがあったり、本当だ、うまっ、雪の上を走る馬車があったり、氷の上を浮いて走る船というのがあったり、すごいね。他にもスケートなどいろんなアクティビティがありました。おい、この下は池ってことです。そうなんです。なんとこの広場、消火口と呼ばれる川ということで、冬の間はこうやって氷が厚く張っているので、ここを広場として使っているということです。乗り物もめちゃくちゃ楽しそうだったんですが、1回2000円から3000円ほどしたので、今回は諦めました。会場内は爆音で音楽が流れてたり、 DJ みたいな人がいてアゲアゲな感じでした。消火口を満喫したところで次の目的地に向かいます。ここは長林公園というところで、氷雪大世界と比べると規模は小さくなるんですが、ここにもライトアップされた氷像や雪像があるそうです。早速中に入ってみます。おー、すごい、めちゃくちゃ綺麗な氷像がありました。写真撮りたい。この公園の氷像だけでもこんなに綺麗なのに、氷雪大世界のだってどうなっちゃうのって感じですよね。ダーチュン曰く、氷雪大世界に行かないでこちらの公園だけ見るっていう人もいるそうです。園内にはライトアップされて綺麗な氷の滑り台があったので、私たちもチャレンジしてみることにしました。挑戦します、いきます。大人だからか意外とスピードはつかなかったです。園内には本当にたくさんの氷像や雪像があって、中でも私はこの中国の建物がモチーフになっているこの氷像が一番好きでした。ただ一個難点がありまして、ライトアップのライトに LED を使ってるからか、あまり近づきすぎると画面が黒く点滅してしまうということが起きました。この動画では割と綺麗に撮れてるんですけど、スマホで撮ろうとするとかなり点滅してしまって、一眼レフとかそういうのじゃないと多分綺麗に撮れないなっていう感じでした。あ、まさにこんな感じですね。ちょっとこうチカ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 しちゃうのが難点です。長林公園を満喫したので、次の目的地ダーチュンの経営する居酒屋に向かいます。やはりダーチュンが言ってたように、夕方4時以降は観光バスやいろいろな車で道路が渋滞していました。本当だ、観光バス、タクシーでダーチュンのお店、ダーチュン五大田居酒屋に向かいます。今から、おー、居酒屋、ダーチュンのお店でご飯食べます。はい、どうぞ。あ、どうも、お邪魔します。
你好。私のあお姉さんの息子。お姉さんの息子。うん、あ、谢谢。今日は日本から友達が来てるということで、親戚や友達に声をかけてくれていました。写真が。壁には歌のコンクールに出場した時の写真や、谷村新司さんと共演した時の写真など、いろんなものが飾られていました。わあ、すごい。おー。今日はお店はお休みで、今日のために貸し切りにしてくれました。お店にはカラオケの機械があって、歌が好きなダーチュンらしいお店でした。こちらはダーチュンのお店のメニューです。すき焼きや牛丼、あとはお寿司やうなぎ、カレーや麻婆豆腐もありました。そうこうしているとダーチュンの友達が来てくれました。本場の中国語の日常会話にチャレンジしてみます。我也以为是贝壳。啊，我也贝壳，是吗？它会发光，它是发光的。勇气を振り絞って。价格贵。贵。这是在欧洲带回来的。おそらくなんですが、宮廷風のアクセサリーだよみたいなことを言ってたと思います。みんなが踊り始めました。TikTok、中国でいう動員に載せてるみたいです。厨房ではダーチュンが料理をたくさん作ってくれています。料理がやってきました。料理はハルピン特産のソーセージや川魚の煮付け、上海ガニやエビやアワビ、麻婆豆腐や私の大好物の白菜を塩漬けしたスワンサイを使った煮込み料理などがあります。こんなにたくさんのごちそうを作ってくれて、もうダーチュンに感謝です。で、ここから乾杯してお食事の食レポと行きたかったんですが、その時の動画データが取れていなくて、ここからは写真で紹介させていただきます。まずサーモンのお刺身なんですけど、おそらく生サーモンで油が程よく乗っててめちゃくちゃ美味しかったです。中国本土の人は生魚を食べないと聞いたことがあるので、こんなにいいお刺身が食べれるっていうのにすごく驚きました。次はこちらのカニなんですけど、日本のカニと違って足の身を食べるのではなくて、甲羅の部分の味噌を楽しむという食べ方でした。味噌は濃厚で本当にお酒が進む味だなって感じでした。あと右に映ってるソーセージもさすがハルピンの特産っていう感じで、肉の旨味がギュッと濃縮されているけども脂っこくなくて食べやすい、こちらももうビールが進む、そんな味だなと思いました。最後はこちらのお魚なんですけども、見た目がちょっとグロテスクで美味しくないんじゃないかなって思っちゃったんですけども、白身でふわふわしてて川魚だけど臭みとかも全然なくて、とっても食べやすい美味しいお魚でした。宴会が進むにつれてカラオケ大会が始まりました。もうこのウェンワンさんが本当に面白い人で、いや本当に最高でした。旦那さんもカラオケにチャレンジです。私もダーチュンとデュエットします。言葉の壁を越えて、とにかくめちゃくちゃ楽しい飲み会でした。たくさんおもてなししてくれたダーチュン、それから友達の皆様、本当に本当にありがとうございました。夜も遅くなってしまったのでホテルへ戻ります。ダーチュンが呼んでくれたタクシーでホテルへ戻ります。今回はここまでです。次回はいよいよハルピン氷雪大世界へ行ってきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイセクシー。